はい、今回はミニモータートレインの SL スペシャルですね。早速開けちゃいましょう。これは何でしょうね。これ初めて開けるんですけど、これはミニモータートレインの全20種類で、これは SL の、どうやらこれ3番目みたいですね。SL の頭の方が欲しかったな。残念。で、見てみると、単4電池が必要みたいですね。で、このスイッチをやることによって動くんですけど、中入っちゃったな。これで、やっぱり電池がないのか動きませんね。じゃあ、ちょっと開けてみましょうか。はい、じゃあ、Nループの単4を入れて、スイッチを入れます。お、走りますね。これはすごい。中にしっかりとモーター巻いてますからね。じゃあ入れて、で、この、はい、上のこの貨車の方はこんな感じになってますね。客車ですかね。こっちでいいのかな。はい、ではちょっとやってみましょう。これをスイッチをオン。いいですね。バッチリ走ります。これが200円のガチャで出るっていうのはすごいなと思いますね。じゃあ今回ですね、ミニモータートレインの SL スペシャル、今回は3番が当たりました。他のものもちょっとやってみたいですね。 SL 機関車かっこいいですからね。それではご視聴ありがとうございました。